青森市立くぐり坂小学校はかつて青森県青森市にあった公立小学校。所在地は浅虫トンネル付近のため青い森鉄道線が横を通っており、車内からでもすぐそばに見ることができる。青森市中心部から見ると山の向こう側に位置する。校舎の老朽化は著しく、現在は青森市が管理しており、セコムの警備はついているため、 一部のマニアの間では観光スポットとなっているが、浅虫温泉駅から徒歩25から30分のところにあるため、交通の便が悪い上に監視が厳しく、近所住民もすぐに苦情を入れるため、訪れるものも多くはない。アクセス方法としては、浅虫温泉駅から青森市営バス浅虫線に乗車、くぐり坂停留所下車、徒歩15分。学校敷地には、 平成3年8月12日に青森市の天然記念物に指定された板や楓がある。この地に古くから自生していたものと推測されている。間位3.85メートル、樹齢は推定300年。江戸時代には旅人の休憩所にもなっていた。学校創立100周年記念碑にも名が刻まれており、文集の名前や効果に取り上げられるなど、学校や 地域のシンボル的な存在となっていた。くぐり坂青森市教育、生涯学習、文化、芸術、スポーツ、教育委員会通学区域再編基本計画に基づく取り組み。ありがとうございます。